社員が社長にベースギター教えてみた。第2部スタート。まあ、学生時代にちょっとベースギターをやってて、それをいつかちゃんとゼロから習いたいなと思ってます。前回のあらすじ、 YouTube インタビュー動画でベースギターを習いたいとうっかり口を滑らせてしまった社長、話の勢いでなぜか社員にベースギターを習うという流れに。教えてくれるのは学生時代にバンドを組んでいた商品開発部の H 師匠。社長が課題曲を演奏できるようになるまで練習にお付き合いしてくれることになりました。最初はベースギターのチューニングから、その後楽譜の読み方、ベースギターの基本的な弾き方を教えてもらい、第1回目の練習が終了しました。そして1ヶ月後、第2回目の練習スタートです。さあ、1ヶ月間の個人練習の成果はどうだったんでしょうか。8分ひたすらリザムっていうので、大体できるようになったかなっていうところですかね。ただ問題はやっぱりピックがすごく慣れなくて、やっぱりピックとこっちが両方ができなくて、ちょっとピックは厳しいな。弓の方がやりやすかったりします。弓の方がやりやすい。弓引きでも全然この曲だったら、まあ、いいかなと思いますね。というわけでピック引きから指引きに変更します。ツーフィンガー奏法という人差し指と中指で弦を弾く奏法です。1本か2本かでやるみたいな。大体もうピックアップの上に親指を乗っけるのが一番スタンダードのやり方で、今回のこの曲は4弦と3弦しかスタートを使わない。そうね、たまにこの2弦目に行く、ルート弾きじゃなくて本来の楽譜だと上の弦も行くんですけど、ルート弾きだけだったら4弦と3弦しか使わないので、まあ、ここのコードの一番低い音ルートだけを弾くのをルート弾きと言います。ちょっとなんかアドバイスかな。でとりあえず一回ルートだけをもう一回きちんとやりましょうって話のが、そのぐらいできちゃってるんだったらもうちょっとこうしましょうみたいな、もっと結局に近いようなやり方もちょっと入れてみるかどうかみたいなところですかね。練習の成果お披露目です。
こんな感じ、どのぐらい。社長の個人練習の成果が分かったところで本日の講座に移ります。今日は左手で弦を押さえるやり方とミュートについて、それからコードの説明を行って終了です。ギターというかあるんですけど、全部ミュートして、これだともうボスモードじゃなくてただブラッシングっていうシャカシャカ音になっちゃうんですけど、ここも完全に3から、中央まで、ここからここで動かしてください。これ止めるというのはこのスライドなんですね。そうそう、決まってる。で、それに対してグリスタンドはどこからどこまで動くっていうの決まってないんですよ。だからもう曲を聴いて、大体この辺までいってるなっていうのをこう結びつけて、この辺までするのか、この辺までやろうかっていうのは自分でちょっと考えなきゃいけないっていうのはちょっと難しいと思いますね。さっきはまあルートを弾いたんだけど、やっぱりちょっと楽譜通りにある程度やれるとこはやりたいなと思って、さっきの、さっきのこちらで話をすると、この1番、2番の中で、はい、まあ、ちょっとこっち結構なんか踊り出すんで、見てると。そうですね。なんで、とりあえずここをまずなんかできるようになりたいなと思ってて、その辺をちょっとご指導いただきたいと思います。あれなんですけど、私は楽見たんですけど、ちょっと怪しいところがいくつかあって、お、怪しいの合ってないかもっていう。あ、楽譜が、そう、原曲と合ってないかも。楽譜が、そうそう、楽譜さっきのやつと比べると、ってこと、そう、どうですか。私実は一番最初にレグに載ってた楽譜見たんですけど、そちらともやっぱちょっと違っているし、原曲と比べてみても、これはなんか違うんじゃないかなっていうのがあるにはあるんですけど、どっちを見てやるかっていうのはちょっと問題としてはないんですよね。ああ、そうね。楽譜通りにあくまで狙っていいと思うんですけど。楽譜ってこれ言ってんだよね。そうです。ね、できれば原曲、どっちでもいいな、私からすると。どっちかいい方か。話し合いの結果、原曲と楽譜を組み合わせた折衷案でいくことになりました。そうすると、どうなるかというと、そうか、 D から始まって、 D からスタートして2個隣なんでこれで、半個目なんでこれで、さらにその半、前音目なんてこれで、そのさらにどこからかスタートして、本日のおさらいをして今日の練習は終了です。1ヶ月の個人練習を経て第3回目の練習を行う予定です。次の動画をお楽しみに。チャンネル登録をお願いします。基本的にはみんな寝静まってからこれがね大変なんですよ。あれが苦情あります。いや、苦情はない。そうなんですか。苦情はないんだけど、ちびっ子たちライダーはもうこんな練習なんかなんないんだ。こんなこと言うとわーってなっちゃって、引かせろ引かせろなんだって言われた。